高田城の航空写真高田城は、現在の新潟県上越市本城町にあった日本の城である。サメが城の別名が市民によく解釈している。2017年には俗日本百名城に選定された。徳川家康のつを松平忠寺の居城として、天下武神によって作られた。城地の縄張りと工事の総監督は、忠寺の州都の伊達政宗である。 高田城は、高田平野にある母大が原に築かれた平城である。約230メートルから約220メートル四方の本丸を取り巻くように、二の丸、南に三の丸、北に北の丸を廃止、赤川、青田川などを外堀として利用した。すべての車に土塁が採用され、石垣は築かれなかった。低湿地に築城されたため排水設備が重視され、上地には、 現在の技術水準から見ても遜色ない暗挙が張り巡らされていた。天守はなく、1614年に33回の三重矢倉を建てて天守の代用とした。当時の三重矢倉の外観は不明で、江戸城の富士宮倉に似た外観であったと伝えられている。明治以降、旧陸軍第1 3師団の中屯地司令部として使用するために大規模な土塁の撤去。 堀の埋め立てが行われ、休場地の東半分は、休場をとどめていない。本丸を含めた西半分には堀、土塁の一部が残されており、現在は公園として整備されている。越後高田藩の藩長が置かれた。三重櫓越えず本丸跡、極楽、橋はじめ藩当時の高田藩は、審判の大藩である越前福井藩と共に、 かがまえた藩をちょうど挟むような形で押さえ込む配置となり、幕府にとって重要な位置づけとされていたが、太平の世が続き、前田家と将軍家も宴席を重ねるなどしたため、次第にその役割は小さなものとなっていった。元来気候の厳しい北国であること、松平忠照の海域や越後騒動など、相次ぐ事件の舞台であったことなどによって、幕府や初代名にとって、高田藩は、 負のイメージを抱かせるものとなり、江戸中期以降はしばしば審判、普代大,大名で不始末を犯した大名の懲罰的な天保先、いわば座敷牢のような位置づけが強くなった。稲葉ただし大江戸に近い相模小田原城主より天保を。同時に京都諸子大を罷免された。綱吉を将軍に擁立することを反対した大老、坂井忠清派の人物であったため、 これを嫌った後大将軍綱吉により粛清され、後老中に帰り咲いた際、江戸に近い下さ桜に移戸田忠実桜城主より天保。江戸から極めて近い桜城主であったが、戸田氏が幕閣から遠ざかったために、江戸から離れた高田に移された。桜城主は、幕閣の中枢の不代大,大名が、しばしば入砲するのが例であったため、忠実の父、忠政が知事により、 両違いとなった。ただに対する懲罰というより、稲葉ただ王の桜入りに伴い、ただが弾き出されたに近い。ただが幕閣で重視されるに伴い、江戸により近く、関東の重要拠点である下野宇都宮に違法。松平忠だへ、桑名城主より天保。些細な経理ミスを犯した、藩主の野村蔵右衛門を斬首。その懲罰は一族にも及んだ。 この喧嘩が五代将軍、綱吉の布教を買った。五代の地に、道のく白がに違法。坂木原聖純姫路上主より天保。正栄の父、坂木原正峰が、幕府の倹約令を無視、吉原で合流し、女郎、高尾太夫を見受けするなどの行動が、八代将軍、吉宗の怒りを買った。坂木原家は、幕府の名門ということもあり、正峰が強制隠居。 失去となり息子清純が相続、格の高い姫路城主の地位から高田に、天保、という処分になった。高田に移って、後の正峰には、名君伝承が残る。陸軍第13師団の入場時に3000本を越す、桜が植栽され、日本三大夜桜の一つに数えられる規模となった。また、廃藩置県時には、母親戦争や共作で悪化した。 高田藩の財政再建や種族受産のために、地元の大地主、穂坂定吉が資材を投じて、外堀にハスを植えさせ、蓮根栽培事業が始められた。その後、蓮根栽培は1962年で中絶したが、開花時期には、毎年、上越ハス祭りが開催されている。蓮研究の第一人者である、東京大学の音楽部教授、大賀一郎が、 昭和28年に調査に訪れた際には、繁殖域の大きさ、育成の状況を、は池家の規模の大きいことは、世界でも稀で、特に紅白入り混じっているのは、珍しいと激賞した。それを聞いた、高田市民が、東洋一と語り伝えて、現在に至る。1870年三重櫓が消失して、以降、城郭は、土塁と堀が残るのみであったが、 上席の高田公園自体が風光明媚であり、市民の憩いの場として、また観光地として、シンボルの復活を望む声があった。これに応える形で、上越市が1993年、平成5年に再建した三重矢倉は、外観を松平三長、本丸御殿図へ、希望稲葉忠通り時代の高田上図賢弱を元にして復興された。内部は、 鉄骨構造であるが、随所に木材を使用し、質感を再現している。最上階天井は、本格的な木組みとしている。1、2階は展示室、3階は展望室として、利用されている。60万国の大名の居城であるにもかかわらず、石垣を築かなかった理由としては、近郊に石垣石として耐えうる石材が算出されなかった。低湿地の軟弱な地盤が、 石垣の重量を支えられないと判断された。大砲や重機の発達など工場法の変化により、土塁の方が防御上有利であると判断された。観光を急いだため石垣工事を省略した。などの説がある。なお、明治初年に本丸付近を撮影したとする写真が近年発見されているが、これには石垣が映っている。また、現在、城主公園に 本丸御殿の礎石として保存されている石材の中には建築物の礎石としては不自然な大きさ、形状のものが含まれており、これらを根拠として少なくとも本丸には石垣が築かれたのではないかとの説もある。高田城市公園アクセスを参照。城内や市の案内には75万国の表記が多いが、川中島を除き60万国とも言われる。池田義和。 渡辺慶一、続上、越市の郷土市、散歩2冊、北越出版、1990年4月1日、pp166 から167、tj 調査隊、東洋一のハスの高田公園より、日本一のハスの伊豆沼が20倍、広かった。上越タウンジャーナル、2019年3月5日、閲覧。 高田公園の連は東洋一、第37回上越連祭り2016県指定文化財新潟県2012年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年4月4日閲覧ありがとうございます